はい、皆さんこんにちは、ジタンです。それではテンスラやっていきます。左上にねミッション書いてますけども、リグルドの依頼を達成すると出ておりますので、話しかけに行ってみましょう。なんだろう、そろそろ第一章のボス戦とかあるかな。暑いのか。昼寝もできないな。何かお悩みですか、リムル様。何かお悩みですかって、いや、なんか頼みたいことがあるんじゃないの、リグルド。はいはいはい。お、なんかこれあれかな、建築するのかな。あ、違う、全然全然違かった。おいおいおい、なんかリムルめちゃめちゃ偉いな。うちわで涼しくしてもらいながら寝るの。リムルってこんなになんか慕われてるんだね、すごいな。泣き出してるけど。リグルドなんかそんなキャラに見えなかった、全然。一人でのんびり涼みたいだけなんだけどな。まあね、暑いよね最近本当に。まあ、住んでるねところにもよると思うけど、最近暑いですよね日本も。あのテンスラの世界でも温暖化が進んでるのかな。内輪が明暗と。お、扇風機を作ろう。はいはいはい。何ですか？これさ、テンスラの世界ってなんかちょっとよくわかんない。異世界っていう話だけどさ、なんかなんだっけ、に日本から来たっていうキャラもいたよね前に。まあこのリムルはね、もともと日本に住んでた30歳男だから、まあ、扇風機はわかると思うけど。自動で風が。めちゃくちゃびっくりしてるねリグルド。はいはい、これ扇風機作るっていうのはさ、原作である話なのかな、ゲームオリジナルなのかな、どうなんだろう。羽になりそうな素材や風の効果を高める素材が欲しい。まあどっかに探索しに行くのかな。お、西の森にまた行くのか。はいはい、あのあれからなんかカラフルな鳥かな、あいつがこうなんか落とすのかな。リムル様のためならどんなことでもお調べいたしますぞ。鳥を たくさん倒して、なんかこうアイテムを集める感じかな。リグルドがこう、なんか、ね、あの松岡修造的な感じかな。異世界の鳥の羽。異世界の鳥っていうのは、あの、普通に出てくる雑魚的なのか、もしくはボスなのかな、なんか。まあ、とりあえず西の森に行く感じだね。おお、もう強制的に来たね、西の森。オッケー。よし、行くよ。さあ、接敵。あー、これ鳥、あ、あれ、奥そうだよね。ちょっともういきなり、間違えた。もう、奥義で、サクッと。SS ランク取らないと、ドロップしない可能性があるから、もう特技とかね、奥義とか使って、さっさと倒しに行こう。アイシクルスピア !OK、これは SS じゃないですか、どう？これ SS いけるでしょ。戦闘終了。はい、来た。さあ、どうだ。お、羽、あの一番下そうだね。異世界の鳥の羽ドロップしたよね、これ。これでいいんじゃないの。あれ、まあ、とりあえず、あ、左上書いてあったね、3つ集めないといけないのか。 OKOK。 おら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 、なんかちょっと飛んでる。届かない。リムルの短い手足で届かないよそれ。アイシクルスピアで、まあ、アーマー割って、ほら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 。まあ、上ニュートラルとかの攻撃で、しっかりと。オッケーオッケー。これでも SS ランク取れないんじゃないかな。SS じゃないとドロップしないかな。S。あ、オッケーオッケーオッケー。S ランクでもドロップしてくれるんだったら、まあまあまあ。影移動。影移動ってさ、なんか、結構早く相手のアーマー倒せるとか。ちょ、待って、3000ダメージだって。ボブタってさ、なんかニュートラル攻撃がさ、たまに、ごく稀にダメージが大きくなるっていう特性あったけど、強っ。3000もダメージ与えれたね、今。ボブタ強えな。はい、ということで、最後ね、あの、強敵倒して異世界の鳥の羽3個ゲットだから、全部で5個集まったかな。さあ、これで扇風機作れるんだろうか。さあ、扇風機持ってきたよ。でかっ！でかっ！そんなの作れたんだ、すごいな。いや、どっからどう見ても扇風機だって。これ現実世界にさ、こんなでかい扇風機そうそうないけど。これあのさ、もうテレビ番組でしか見ない、アメトークとかでしか見ない扇風機だけど、これ、やばいぐらいの風量出るんじゃないこれ。
大丈夫？家吹き飛ぶんじゃない？そうだよね。そうだよね。あ、感激してる。あのなんかアメトークのさ、なんだっけ、体当たり芸人だっけ、中でさ、こんなでかい、でかい扇風機出てたよね、確か。今のさ、この集落のさ、あのなんかボロい家だとさ、もう風で吹き飛んじゃうよね、これ。こんなでかいの処分するの。大賢者ちょっとでかくしすぎだって。それにしてもこの扇風機、おお、少し改良すれば武器に。あ、何リグルドって何、そういう武器作ったりするそういうスキルがあるの。扇風機、暴風機、うまいこと言うな。ほうほうほう、あ、何リグルドも戦えるんだね。リグルドそのうちサポートキャラになるんじゃない。そろそろさ、第一章終わりそうじゃない。でかいな、本当に。すげえ。どうしたんだろう。リグルド、扇風機は処分しなかったのか。ああ。あ、何もう、何後の、後の武器になるんだったみたいな感じだったけど、もうすぐなるのこれ。このリグルド、リムル様が。すごいな。なんかもう宗教団体に見えてきた、これ。リムルのこの集落が。有効活用してみせます。はいはいはい。これ武器にする、え、ど、え、リグルド。リグルドのちょっとキャラがなんかそのこの集落のさ、ボス的な村長、元村長とかじゃなかった。リグルドのちょっとキャラが、お、やばい、出た第一章、オーガの襲撃。これ多分第一章のなんかボスというか第一章ラストでしょこれ。村の報告を聞くためにリグルド、また会いに行くのか。あのなんか、お、リグルド仲間になった。すげえ。ちょ、あのさ、ポーズ何？あのポーズなんだろう、リグルドの。よし、潜在能力ちょっと強化したから、リグルドに話しかけに行きましょう。なんでもね、オーガが襲撃して、あ、この先強敵との戦いが待ってます。進みますか？お、来たね、ボス戦だね、きっとこれ。第一章のボスでしょ。オーガって強いのかな？オーガとやらが来て、なんかそれを、なんだろう、倒したらさ、仲間にしたりできないのかな？仲間かはともかく、あれだよね、なんかその、なんだっけ、捕食者のスキルでさ、なんか自身を強化したりはできそうだよね。報告は以上です。ご苦労さん。オッケー。それと、今日もお食事は必要ないのでありますか？え？リムルってご飯食べないの？どうせスライムの体じゃ味がしな。あれ人間になってさ、なんか味覚戻ったんじゃなかったっけ？違った？そうだよ。なんで忘れてたんだ？そうだよ。この姿だったら味覚があるもんね、確か。スライムの体は思ったより便利で、食事、排泄、睡眠が不要だから。ああ、便利だね。味覚もなかったのだ。寝なくていいんだ、すごいな。リグルド、お、なんかすごい興奮してる。今日から俺も一緒に飯を食べることにする。あ、お、いいね、みんなで。お、いいね、宴会か、いいじゃん、楽しそう。頼んだぞ。え、そこにオーガが襲来してくるのかな。食べまくってやる。あ、いいね、やっぱ美味しいご飯食べるのいいよね。肉かな、肉だろうな。リムル、お酒は飲めるのかな。リグルやゴブタが狩猟に行く準備をしております。ほうほうほう、また西の森にでも行くのかな。ほうほうほう、一声かけてくれ。ウジカを取ってきてもらう。ウジカっていうのがいるんだこの世界には。リグルド面白い。リグルド面白いな。お、いるね。ウジカを取りに行こうとしてるのかな。お、いたいた。食料調達に行くんだってな。一緒に行くのかな。我々はこれから森へ向かうところです。よくみんなで森に行くよね。美味しそうな獲物を頼むよ。ああ、リムルは行かないんだ。今日はリムル様も食べるすか。おうよ、なんせこの体には味覚があるからな。おうよ、いっぱい食べたら狼に育つすかね。え、リムルって男だよね。これ一応女の子の体。あ、ゴブタ。すいません、ゴブタにはきっちりと教育しておきますので。特上のウジカをご用意いたしました。ゴブタって何歳ぐらいなんだろうな。まあそういうのがね、気になる。多分年頃なんだろうな。おろ、リグルド来たね。お、リグルドの奥義使ってみたいな。この手で
多分さ、オーガってさ、なんか名前的に地属性な気がするから、風属性の奥義はね、リグルドのさ風属性の奥義は結構ドカンと攻撃与えれるんじゃないかな、ダメージ。何かあったのか。いえ、魔獣は環境の変化などで移動したりしますからね。これそのだからオーガーの影響で増えてるとかじゃないのかな。思うのですが、警備体制は強化しております。はいはいはい。それなら、お、ランガーも来る。お、え、どうやって現れた。ちょ、ゴブタまだ倒れてる。白目向いてるし。お呼びですか、我が主。リグルたちと森に同行してくれ。はいはいはい。何もないと思う。あれ、リムルは行かないの。もしもの時は頼む。心得ました、お任せください。遠慮はいらない。ランガかっこいいな。リグル殿、感謝する。ランガ殿、ランガかっこいいよな。ゴブタいつまで寝て。ゴブタ、ゴブタ、おお、起きよかった。リムル行かないんだ。リグルたちがウジカを取ってくるまでに、変質者、ユニークスキル変質者。そんな、何効果を試したい。なんだろう。ベルドラが封印されていた洞窟に。おお、ベルドラ久しぶりに名前出てきたね。変質者は地面から受ける印象はともかく、いや、それな、められた大事な能力。それな、その能力とはストーカーになるとか、そんな能力じゃないの。統合と分離。統合と分離。様々なスキルを統合し、新しいスキルへと進化する。え、なんだそれ。つまりは新しい能力がポンポンと獲得できた。え、強。その一つがこれ。え、捕食者との相性バッチリじゃない。捕食者でさスキルゲットしてさ、それを変質者でさ統合していけば強くなるんじゃないの。これ なんだ今この瞬間。何これ、えげつない。何これ、怖。どうしたんだろう。なんだなんだなんだ。エクストラスキル、お、エクストラスキル黒煙ゲットした。これは使いどころを考えないとな。なになになに、どういうこと。2個目の奥義ゲットしたのかな。いざっていつかわからないけど、どういうことだろう、全然わからない。ああ、なるほどね。習得できてるようだし、はい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 。現実的に使えそうな技も試しておくか。フレアサークル、フレアサークル、火力も使いやすさも申し分なさそうだ。すごいね、アイシクルスピアでさ氷を使えるかと思いきや、フレアサークルで炎技も打てると。魔物はいないか。こ、大量の魔物を洞窟内に検知しました。なんか洞窟内の魔物はさ、あらかた食べちゃったんじゃなかったっけ。違ったっけ。これは相手には困らなさそうだ。あのなんか蜘蛛みたいなやつとか食べてたよね、パート1の時に。まあとりあえずじゃあフレアサークルを試し打ちすると。必要なキャラクターを編成しました。ああ、リムル一人しかいない。あ、待って、フレアサークルが使用になりました。上だね、上、上 X でフレアサークルと。自身の周囲に魔法陣を展開し、そこから火柱を上げて敵を焼き尽くす魔法。ほう、なるほどね。威力とかはそんな変わんないのかな。いきなり強敵来ちゃった。あ、撃ってみるか。フレアサークル。ほら、かっこいい。いてて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 て。なになに。これさ、なんか、あれかな、試し撃ちだからか、SP 全然減らないね。フレアサークル撃ち放題だ。楽しい。あ、どこに撃ってる？どこに、あ、そっちにまだ敵いたのか。ちょ、めっちゃ出てくるな、敵。ほら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 。いや、もう SP 使い放題楽しい。ほらほら、焼きまくれ。かわいそうになってくる敵が。倒したかな、これで。あれ？あー、まだ出てきた。フレアサークル。フレアサークルで焼いた後に、アイシクルスピアで凍らしちゃうよ。かわいそう、敵。まだ続くかな、これ。終わりかな？オッケー。試し撃ち終了と。まあどうだろう、アイシクルスピアよりちょっとダメージ出てたかな。まああれだよね、相手の弱点に合わせて使うといいんだろうね。地属性に対して強いんじゃなかったっけ。思ったより魔物多かったな。しかし本当にシズさんには感謝しないと。シズさんのおかげでこういうね、人間の姿にも擬態できるようになったわけだもんね。全部シズさんの形見なんだよな。シズさん気になるな。原作ちょっと気になってきたな。あ、なんだ。いろんなものをもらったが、形あるはいはいはい、この仮面だけだ。シズさんってさ、しかも日本から来たって言ってたよね。シズさんが勇者にもらった仮面で、勇者にもらった。え、もうなんだこれ。魔力を抑える力があるんだよな。抑える。イフリートの力とかをこの仮面で抑えてたってこと？なんか怖いな、見た目。はい。
貝。この状態ならば人間と認識されるでしょう。はいはいはい、よし、対外向けにはこの格好で出向くことにしよう。うん、なるほどね。あ、じゃあ町とかに行くときにはこれで行くってことか。大賢者、はい、本当にそれ本当に似合ってる賢者。え、個体名ランバからの思念伝達。お、あ、そういうこともできるんだ。救助要請と推測。救助要請、あ、これもオーガでしょ、絶対オーガでしょ。はい、来ました。ジェラの森の南の広場。あ、西の森じゃないんだね。うわ、なんか、え、何あれ、人型の、あいつらオーガなの。え、ちょっとこっちやられてるじゃん、みんな。主よ、申し訳ありません。ランガ以外がなんかもう、このようなどうしたどうした。お、リムル、そんなこともできるの。え、ちょ、相手何、みんな大貴族だから、これみんなじゃあ鬼の一族というか、オーガっていう名前じゃないのか、オーガっていう種族なのか。はいはいはい、とりあえず状況を説明してくれ。なんか対立してるの。え、あいつらもウジカを狙ってるんじゃないか。え、オーラ、なんかこう強い一族っぽいよね、オーガって。鎧までつけてるし。え、こいつらと戦うの。はいはいはい、6人のオーガか。うんうんうん、え、6人と戦うってやばくない。おいお前ら、え、これ絶対戦うと思うけど、なんか全然勝てる気しねえな、こいつら。はいはいはい、実力差は明白なのに、ゴブタもリグルも致命傷ではなかったし、警備隊のほとんどは無傷で無力化されてる。おー、なんか訳ありか。なんかもう一方的に、じゃあもう、ま、ここはこちらが大人の対応を、ボコボコにされたわけではないというか。お、どうした。お兄様、あの者の金。お、かわいい。正体を表せ、邪悪な真面目。お兄さんなんだね。おいおい、ちょっと待て、俺がなんだって魔物を刺激するな、普通の人間にできる芸当ではあるまい。あー、そっかそっか、人間と認知されるもんね、この仮面つけてたら。オーラを抑えているようだが甘いわ。ガーッ、正体なんてただの愛くるしいスライム。なあ、あのな、まあでもね、捕食者とね、大賢者のスキル持ってるスライムだからね。全てその仮面が物語っている。なんかさ、でも悪いやつじゃなさそうじゃない、これ。オーガ、何か勘違いしてないか。これはある人の形見です。うわ、同胞の無念、同胞の無念の一度、貴様の首で上がらってもらおう。え、どうしたんだろう、これなんか訳ありだよね。豚どもの仲間へ、すごい言われようだな。え、戦うでしょう、これ。さあ、来ました。必要なキャラクターを編成しました。ああ、1対1ってことこれ。うわ、たた、え、ちょ待って、相手3人いない、ずるくないそれは。ちょっとちょっと、え、なに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 これ。オーガ、え、なにこれ。全員が戦闘不能になるとクエスト失敗となります。はいはいはい、そんな、まあわかるけどさ、それは。戦闘開始。あ、来ちゃった来ちゃった来ちゃった。これ何、これもしかしてさ、負ける系のイベント、これもしかして。ちょっともうフレアサークルいっちゃおう。おらー、くらえー、おりゃおりゃおりゃ。ちょ、これ強いよね絶対。ちょっともう奥義使っちゃおう。捕食者、おらー。相手さ、でもなんかあのアーマーついてるわけじゃないから。え、でもちょっと全然減らないな。あ、いた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 。フレアサークル、え、回復してない相手。それはずるくない。あ、相手アーマーあったね。いや、相手アーマーあるな、ずるいな、それは。とりあえず、こいつがボスだから、こいつを倒せば、見つけ。さあ、フレアサークル。もうちょっと覚えたての技をもう連発していくよ。あ、ちょ、やばい、死ぬ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 。あ、ちょっと待って、これ今、何？え、ジャスト回避した？違うね。なんだなんだなんだ？え、これやっぱり負ける系のイベントなんじゃない？なになになに？覚醒？一部のボスは HP が一定以下になると、覚醒状態になります。ちょっと待って。やばくないそれは。覚醒状態になったボスはより激しい攻撃をしてくるようになります。ちょっとちょっとちょっと、やばいって。
よし来た、ジャスト回避ラッキー。そしてフレアサークルで畳みかけていく。おら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 、いけ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 。そして今のうちに捕食者スキル、スキルじゃねえや、奥義捕食者くらえ。え、ちょっとまだまだ HP 残ってるな。待って、これ今ジャスト回避したよね。ジャスト回避、ジャスト。でもさ待って、 SP めちゃめちゃ溜まるから、クリアサークルとかアイシクルスピアを打ち放題だから。あ、なんか倒した一体。よしよしよし、来た来た来た、来てる来てる来てる、これは来てるかもしれない。待って、なんか攻撃してくるから、アイシクルスピア。よし、これでさ、あの可愛い王が倒せるでしょ。これあれだね、この試合さ、なんか SP やたら溜まるけど、あ、いてててててて、ちょ、アイシクルスピアで、え、外してないっすかそれ。あー、なんか相手、なんか今アイシクルスピアに向かってきてくれてない。倒せる、いけるいける、よし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 、よかった。え、終わったよね。よかったよかったよかった。いや、もうこれもう負ける、負けイベントかと思ったけど、よかった、勝てた。よし、強いな、リムル。これもさ、原作通りなのかな。化け物め、オーガフレイム、オーガフレイム、うわー、強くないそれは。え、ちょっと待って、どういうこと。え、リムルのなんかこの圧倒的強者感すごいな。いや、しかもなんか絵が綺麗でいいな。俺には聞かないんだ。おお、すげえ。確かに俺はお前たちを甘く見ていたよ。なんで聞かないのリムル。少し本気を見せてやろう。え、強っ。なんかもう圧倒的強者感すごくない本当にリムルの。何何何するの、黒煙もしかして。黒煙は打たない方がいいんじゃない。なんというオーラ、オーラ、よく見ておけ。何何何をするの。黒煙でしょ、やめとけって。なんかそれいざっていう時しか使わないって言ってたでしょ。大丈夫それ。やば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 。え、リムルかっこいいな。うわ、強どうする、まだやるか。強すぎリムル。そしてかっこいい、かっこいいなリムル。なんかもう五条悟みたいだったね、相手の攻撃効かないしさ。今の攻撃も、姫を連れてお逃げください。姫って妹のこと。あんまりG、ひどい言われようだな。すさまじいな。はいはいはい、我らでは貴様に投稿を奪うようだ。そうだな、力ある種族、オーガの次期統領として育てられた誇りがある。あ、やっぱオーガっていうのはこう種族だよね。に散った同胞の恨みを晴らさずして。いや、なんか訳ありだよね。ちょっとさ、そんなこと言わず仲間になりな。一矢報いてくれるわ。え、いや、そんな、また戦う、もしかして。わしもお供いたしましょうぞ。まだ戦うっぽくない。そうきたか、まずいな、完全に裏目に出てしまう。あのさ、黒煙を見てまだし、まだ戦おうとするのか。どうすんのこれ、どうやって。おえ、止めてくれるの姫。これ姫だよね。おお、分かってくれるじゃん。お、ちょっとこの名前気になるな、みんな。ところでさ、王がさ、あと3人ぐらいいなかったっけ。お、里を襲ったやつと同じ仮面の魔人。ほうほう、あれ、シズさんのことかなそれ。この仮面にもなんかさ、いろいろ裏がありそうだね。はいはい。豚どもに我らが里を襲撃させるなど。豚どもって何のことなんだ。それこそお一人で我ら全てを皆殺しにできます。はい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 。すごいね。でもさ、敵だと思ってるリムルに背中を向けてさ、こうやって味方を止めようとしてるのすごいね。このピンクの王が可愛いな。はいはい。そうです。うん、うんしか言わないリムル。これさ、でも仲間になりそうだよね、こいつら。少しは人の話を聞く気になったか。なってくれた？おお、なんかちょっと落ち着いてくれたね。俺はただのスライム。それはちょっとさ、なんか話ややこしくならないかリムル、その説明は。スライムのリムル。テンペストリムルじゃないの。終わり？おお、なるほどね。こうやって見せてあげると。
びっくりしてる。ちなみにこの仮面はある人の形見だ。じいさんだけ全然びっくりしてないけど。お前の里を襲ったやつのと同じか確認してもらって構わない。はいはいはい。ああまあ見間違えててね、違う仮面っていうそういうことか。似ている気はするが。これにはコウマの力が備わっているようです。コウマの力。へえ。しかしあの時の魔人はオーラを隠してはオラなんだな。そうだったね。魔法を抑えるっていうあれだったもんね、この仮面は。あ、やっと誤解解けたんじゃない？申し訳ない。どうやら。おお、なんかいいやつだね。こうやってちゃんと自分の非を認める。どうか謝罪を受け入れてほしい。お、なんかいいやつ。仲間になりそうだね。な、偉そうだな、リムル。やれ、一時はどうなることかと思った。あれ、王があと3人ぐらいいたよね。まあ、ここで話すのもなんだし、ひとまず村に戻ろうか。はいはいはい。お前たちも来いよ。いいのか。お、一緒に宴会やろうぜ。色々事情も聞きたいしな。いいねいいね。仲間を傷つけてしまったな。そりゃお互い様だしな。死に優しいな。よしとしよう。え？どうした？すまんかったの。おお、なんか優しいじいさん。ゴブタビビってる。これ仲間になるよね。あ、そうだよね。なんかさ、あれだね、リムルがさ、名前をつけてあげるとなんかどうたらってあったよね、確か。オーガたちって仲間ないのかな。あ、名前ないのかな。これから名前つけた、お、名前つけてあげるんじゃない。うんうんうん。おお、オーガたちの怪我は俺のポーションで治し、俺たちの村へと帰ったのだった。はいはいはい。宴会するのかな、とりあえず。重要な目標を達成し、よっしゃー、オーガの襲撃クリア。建築が可能です。メニューを開きますか。建築しようか、そうやって言うんだったら。まあこの空いてるところになんか建てる。じゃあいろいろあるけど、いろいろあるけどさ、やっぱ HP はさ増えてた方がいいと思うんだよね。建築を実行しますか。これ なんて読むんだろう、これ。ハビロー、 HP を高める効果があります。まあこれ建築しておこう。いいね。こうやってちょっとずつね、この町というか集落を立派にしていきたいね。さすがだな。まあとりあえずいいか。さあ、オーガたちがいるのかな。なんだなんだ。お、あれ、なんかいなかったオーガ3人もいるわ。ゆっくりしていってくれ。あ、今来たのか。じゃあこれから宴会するのかな。おお、なんだ。活気のある村だ。活気あるのか、あるのかこれ。活気、はい、いい村ですね。オーガたちの村はもっとなんかしょぼくれた感じなのか。さあさあ、あとは我らに任せ。はいはいはい。お、リムル様はくつろいでお待ちください。宴会の準備してくれんのかな。美味しい食事楽しみだ。いいね。2時間後、宴会が終わった後なのかな。宴会スタートかな。お、これから始まるっぽいね。え、なんか肉少なくない。久しぶりの肉だな。この人数でなんか串3本ぐらいじゃない。え、どうした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 のどうしたの。あ、食べてんのか。うまーいって感じじゃない？お口に合いませんでしたか？リムルはさ、もう久々の食事だよね。味覚が戻ってから。最高のなんか、美味しい、美味しい狩り方だね。食レポとかで良さそう。幸せだ。なんせスライムの姿じゃ。いやーね、やっぱ、食事を楽しめるっていいよね。この世界に来てから初めて味。まあでも味覚があったらさ、あんな魔物たちなんか食べれないからな。と、蜘蛛とか食べてたからさ。いいね。オーガたちにも振る舞ってるのかな。おお、なんかみんなで仲良さそうにって感じだね。オークがオーガに仕掛けてきただって。そんなバカな。あ、豚どもっていうのはそのオークのことか。はいはいはい。豚どもがオーガに攻撃を仕掛けてきたってことか。ほうほうほう。そんなこと。
そんなに珍しいことなの？その事態は。ああ、全く同じこと思ってた。ゴブタとゴブタと同レベルだ。はいはい、オーガの方が強いのかな。はい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 、やっぱじゃあなんか裏黒幕がいるんでしょう。はいはいはい、いきなり俺たちの里を襲撃してきた。うおー、本当に豚どもだったね。思ったより豚どもだったわ。鎧を身につけ、森を埋め尽くすほどの圧倒的な。ああ、もう弱い、こっちの方が弱いけど、もう数の暴力で来たと。里は蹂躙し尽くされた。蹂躙し尽くされたってやばくない？鎧珍しいのか。人間の着用するようなフルプレートメイルだ。もう絶対黒幕いるじゃん。だとすると。オークだけで動いているとは思えませんな。そうだな。オークがそんな高価なものを用意できるわけはない。オークがそんな高価なもの、豚に真珠みたいなことなんか。その通りだ。お、全然違うじゃん仮面。リムルがつけてた仮面と全然違う。なんで見間違えたのこれ。マジ。あれは超イマジンだ。間違いない。はい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 。黒幕は上位魔人なのか。なんで間違えるのさ、それ。話聞いてたか、ゴブタ。誰か魔王の勢力をすれかに組みしたということではないか。はいはいはい。魔王か。魔王がいるのか、この世界には。わからぬ。はっきりしているのは。多くの黒幕は魔王っぽいけど、魔王のさらに。なんか魔王を操ってる黒幕みたいのもいそうだね。え？あの6人が全部なの？やばすぎ。それは確かに仮面を見たらさ、もうすぐ襲いたくなっちゃうよね。さあどうした？肉はもういいのか、リムル殿。もう名前も覚えてもらったんだね。で、お前らこれからどうすんの？仲間になれよ。どうと。6人しかいないんでしょ？再起を図るにせよ、他の地に移り住むにせよ、仲間の命運はお前の采配にかかっているのか。知れたこと、力を蓄え再度挑むまで。おー、この村で力を蓄えたらいいじゃん。こりゃノープランだな。提案なんだけどさ、お前たち全員俺の部下になる気はあるか。リムルいいね、言うね。俺が支払うのは仲間になれじゃなくて部下になれなんだね。拠点はあった方がいいだろ。はいはいはい。しかし、それではこの町を俺たちの復讐に巻き込むことに。赤いオーガってちょっとさ、早くなんか名前欲しいな。数千の、しかも武装した方が攻めてきたんだろう。いや、そのオークたちともなんかいずれ戦いそうだね。魔王が糸を引いているのかもしれない。はいはいはい。オークどもはこのジュラの大森林の支配を狙っているような。おお、やばいじゃん。この町だって決して安全とは言えないだろうな。そんなわけで戦力は、はいはいはい、確かにね。まあ、リムルはめちゃめちゃ強いけどね。確かに戦力は欲しいね。逆にお前たちに何かあった時には俺も一緒に戦う。俺は仲間を見捨てない。おお。なるほど。少し考えさせてくれ。え？二つ返事で部下になってくれるかと思いきや。俺はもう少し肉をもらってこようかな。でもまあ部下になるっぽい感じだね。そして名前をつけてあげるんじゃない？そういう流れじゃない？きっと。悪い話ではない。なんかこの青い王がちょっと怖いね。だが、どうした？決めるのはお前だ。我らはお前と姫様に従う。部下になるっていうのに気になってるのかな。いやでもたった6人しかいないんだからさ。俺にもっと力があれば。翌朝。決めたのか。お、決めたのか。オーガの一族は戦闘種族だ。人に使い、戦場をかけることに抵抗はない。お、これはもう部下になる感じじゃない？主が強者なら、あのこと喜んで。おお、オッケーオッケー。ああ。仲間になるねこれは。契約は多くの視界を打ち滅ぼす。はい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 。
え、多く倒したら仲間にならないってこと？はいはいはい。協力して国を作るもよし、旅立つのもよしだ。昨夜の申し出、国作ろうぜ一緒に。おお。ちょ待って。今気づいたけど、リムルってあのこのスライムの姿になってたのね今。今気づいたわ。ちっちゃすぎて見えなかった。こいつの気持ちにもっと配慮すべきだったな。本当なら今すぐ差し違えてでも敵を打ちたいだろうに。はいはいはい。これは自分自身の不甲斐なさを飲んだ、一族の頭としての決断だ。なるほどね。お前たちを受け入れる。皆をここへ呼べ。これ名前そろそろつけてあげないか。できるのはその決断を悔いなき者にしてやるだけ。そうだな。オークをちょっと倒そう。また撃ってやろう。数分後。お、来たね。お、ほら来た。名前ね、気になるよね。これ6人みんな仲間になって一緒に戦闘できるってこと？なんかすごい一気に増えたな。名前ないと不便だろ。本当だわ。お待ちください。え、かわいい。ちょっと本来大変な危険を伴うもの。そうなんだ。この世界ではそれそんな危険なんだ。それこそ怖いの。え、いいからいいから大丈夫だって。ですが危険ってあれだろ、マスを使いすぎて眠くなるやつ。ああ、そういうことなの。今回は6人だけだから大丈夫だろ。あ、リムルのマスを使いすぎるってことか。それとも俺に名前をつけられるのは嫌か。うん、そういうことでは。異論などない。はいはいはい。ありがたく頂戴する。ねえ、白いオーガとか赤いオーガとかだとさ、ちょっともう名前呼びづらいんだからさ、うん、じゃあ始めよう。名前名付けのなんか儀式みたいのがあるのかな。もうポン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 名前決めてくの。シオン、そろそろ交代の時間です。シオンって。いいえ姫様、リムル様のお世話は私がします。姫様、リムル様、どうぞお休みなさってください。シオンって。シオンたらもう。え、うん、お、あ、リムル様おはようございます。これはどういうこと。お、え、オーガ、あの右側は。兄たちを呼んでまいります。あー、ちょっとさ、このピンクのオーガの名前がまだハテナになってるね。ちょっとスライム、リムル、ちょっとちょっと。数分後。お目覚めになられたか、リムル様。名前もらうとなんかこんな容姿も変化するの。オーガの若様だよな。もう名前、え、名前つけたのリムルだよね。名前つけた側もわからんくなってるじゃん。今は進化して鬼人となり、頂戴したなの。おお、ベニマルって名前なんだ。はいはいはい。鬼人族となり、ベニマル、赤いオーガがベニマルなんだ。オーガじゃなくて進化したってこと。はい。へえ。まあなんか結構レアなんだね、きっと。名付けした途端スリープモードになったんだ。ああ、なるほどね。はいはいはい。魔素を使いすぎて眠くなっちゃったと。体は。そうだね。まあまあ鬼からなんか人型になったって感じ。うちに秘めた魔素量がびっくりするくらい増えてるんだけど。ほう。あ、やっぱ強くなるんだね。これはあれか。ディグルドショックの再来か。まあこれがベニマルと。で、さっきシオンっていうのも元オーガの、あのおっぱいが大きい。え？ディグルド？リムル様。お、シュナです。シュナっていう名前なんだ。お目覚めになられて本当によかった。え、シュナはなんかもう本当にちゃんと人間っていう感じになってるね。まあ角があるけど。シュナね。もともと可愛かったけど、さらに美少女になった。うん、確かに。美少女って感じ。あ、で、これがシオンか。リムル様につけていただいた名前。とても気に入って。シオンとシュナはなんか仲間、仲良さそうだよね。おっぱい美人。身が薄れて知的な雰囲気になったな。シオン、シュナ、ベニマルか。ベニマルの後ろに控えてるのは。なんか全然見た目変わってるね。戦闘で圧倒的な強さだったじいさん。白狼。白狼だな。白狼。いじめてくださいますな。一撃で倒せず。あ、こいつは強そうだね、白狼。したぞ。ずいぶん若くなったみたいだ。若返ったのか。進化の影響か。お前は確か。ああ、なんか。宗衛の名を賜りました。こいつも強そうだよね。宗衛か。お回復、お喜び申し上げます、リムル様。宗衛。ちょっとさ、リムルのさ、その頭の上、ずるいぞ。なんだそれ。あれ、あと一人って、あ、あのなんか力持ちっぽいやつか。やつは怪人殿の工房に入り浸ってて。ほうほうほう、建築？目覚めただべか。
え？来たようですな。あ、そんな喋り方なんだ。リムル様。おお。まあなんか建築とかしてくれそうだね。わかったな。オラクロベだ。え？なんかこんな喋り方までちょっと変わるんだね。クロベ。イケメン、美少女。おお。ロマンスグレー。イケメンと来て。右からハクロウ、シュナ、ベニマル、シオン、ソウエイだね。最後に普通のおっさん。まあリムルね、もともと普通のなんもないただの30歳男だからね、一番親近感湧くんじゃない？仲良くしような、クロベ。んだ。どうしたんだ？え、左側になんかもうワンパンマンのロゴみたいな人がいる。あ、なんか新しい文化というか、いろんなものを持ち込んでくれたりのかな。へー、シュナはあんまりこう戦闘向けじゃなさそうな気がするけど。え、なんか装備とか作れるのかな。え、ちょっとさ、リムルずっととシオンに抱っこされてんの、なんか何、なんかちょっとずるいんだけど。怪人様が作ってくださった織機はとても使いやすいです。はいはいはい、よかった。みんなの衣類の製作。おお、やっぱりなんかさ、防具とか作ってくれそうじゃない、はい、シュナ。お任せください。いや、いいね、素敵な仲間が一気に6人も増えた。みんなの力を改めて確かめておきたい。はいはいはい、はあ、承知いたしました。すごいな、この相変わらずみんな忠誠心が。オラ戦いは苦手だ。あ、武器作ってくれるんだ。作るのは得意だ。それなら黒兵は怪人と。はい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 、お、いいね。技術的な支援を頼むよ。え、オーガの時はなんか黒兵もかなり戦いそうな雰囲気だったけど、ね、なんかハンマーとか持ってたよな。任せてくんろ。お、第一章、新たな仲間。名付けによって進化した鬼人族たちが配下へと加わった。新たな仲間たちの力量を確かめるため、ベニマルと共に探索へ向かおう。おー、いいね、仲間になったやつらのなんかこう特技とかそういうのをちょっと確かめに、まあちょっと腕試しに西の洞窟へ行くってことか。ベニマル、シュナ、シオン、ソウエイ、ハクロウが仲間になりました。お、シュナも戦うんだね。いいね。おー、なんかちょっと、え、自動戦闘状態が使用可能になりました。演算により最適化された敵を追尾する霊族。あ、びっくりした。なんか、バトルがオートになるのかと思ったら、普通に、なんか、その特技か、これは。なるほどね。わー、すごい、なんか、味方、仲間増えた。いいねー。シュナ、かわいい。なんか、このポーズとか。シオンも戦、え、めっちゃでかい剣を振り回すけど。ソウエイも強そう。いや、ハクロも強そうだね。いいね、じゃあ、あれだね、新しく仲間になった鬼人たちに、ちょっと潜在能力解放して、これからじゃあちょっと戦いに行ってみよう。いや、楽しみだな、これ。